よし、ほなやってきまーす。でもこれレベルとかあんねこれ。あ、とりあえずウォッチやってきますわ。でも第一種やもんなー。まあとりあえず HP 最大にしときゃええんちゃう？で、初動としては、焚き火が、何あれ？何これ？もよもよしてるエリート。なんか縁かな。ちょっと左から行ってみようか、じゃあ。左から行ってみて、力かな。奇跡。保留される。ターン終了時に手札に戻る。これだから使わんかったら、で、これみたいな、どういうこと？全然わからん。噴火。9ダメージ、噴霧。スタンスの場合、当たられるダメージ、受けるダメージが2倍になる。はあはあ。衛星、むずそう。スタンス解除したとき、ほう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 。やべえ、どういうキャラクターかよくわからん。ない奇跡って。戦闘開始時か。あれやんな。コインみたいなことやんな。マナの。警戒。8ブロックを得る。平成に移行する。やべえ、全然わからんぞ。どういうスタイル？とりあえず殺すか。あ、でも平成つけとった方がいいんかな。とりあえずこれで保留できるんか。与えるダメージが倍になる。12点。あ、そっか、9点で、こうしてこうしてこう。いや、なんかむずいな。どうしたらいいんやろ。敵全体に5点ダメージ。 AOE があるんか。3回ダメージを3ん3ダメージを3回で噴霧。山札癇癪保留される。5ブロックを得る。保留されるたびこの戦闘におけるブロック値が利用。いや、むずいな。3ダメージを3回踏んぬにいこう。癇癪。踏んぬにいこうしながらダメージを与えて、これ墓地に行かんねやんな。この癇癪っちゅうのは。で、忍耐が？忍耐が保留される。5ブロックを得る。この戦闘におけるブロック、ちょっと全然わからん。むずすぎるぞ。この戦闘におけるブロック、でも忍耐強くね。あ、忍耐強いな。忍耐だから、やっていけばどんどんブロック値が跳ね上がっていくみたいなことか。あ、初手ではま使わん方がいいっちゅうこっちゃな。あ、もうこういう防御、ストライクみたいな。ああ、なるほど。保留を生かしていくって感じか。で、衛星。ああ、だから耐えて、一気にドーンみたいなことか。一回。
まあ、とりあえず全部どついといたらいいかな。なるほどね。分かってきた分かってきた。で、噴火するか、まあ、これで一応9点守れるし、もしかも噴火しちゃって、こうして、こう、こう、みたいな。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。はい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 。7ブロックいる。スタンスの解除か。その切り替えをするってことやな。8ダメージ与える。直前にプレイしたカードをアタックの場合脱力1を与える。網上げ4ダメージを与える。戦術を行うたびこのカードを捨て札からや、な、何捨て札、え、違う、戦術って山札を上から X 枚見てその中から好きなだけカード捨て、山札を上から X 枚見て、あー、あー、だから戦術デッキみたいにするってことか。はい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 。剛剣みたいなことね。なんかでもちょっとリスキーなカード。まだ早いな。8ダメージ。8ダメージを与える。直前にプレイしたカードがアタックの場合脱力1を与える。直前にプレイしたカードがアタックの場合脱力1を与える。え、ちょっとやっぱ全然頭回らへんぞ。やっぱ眠い時にこういう始めるの危ないな。手だりでやっていける感じですよ。頭が回らん。むずいむずいむずい。8ダメージ与える。直前にプレイしたカードがアタックの場合脱力1を与える。ああ、そうかそうかそうか。まあでも脱力1は弱くないもんな。25% 減少。まあ普通にシンプルにアタックとして入れとってもいいか。とりあえず、とりあえず殴るか。とりあえず殴るか。脱力に入っちゃって噴火で、噴火、これでいいんちゃう。ワンキルがしやすいね、この噴火というのを使う。戦術1枚見て好きな、デッキ圧縮兼ブロック兼ダメージって感じか。あのね、戦術デッキっちゅうのもあるわけや。ターン終了時に平成スタンスの場合5ブロックやる。平成をキープすると5ブロック。1ダメージ与える。敵が攻撃を停止している場合、平成に移行する。これ強いけど、平成をある程度キープしとった方がいいんかな。10ダメージ与える。暴力による救済。何それ、暴力性20ダメージ。強くねえ、何これ。ぶっ壊れよ。この辺はでも手に入りまへん。関節噴水8ダメージ与える。直前にプレイしたカードがスキルの場合、何マントラって。いや、多い多い、この。
何マントラって。ああ、10バントラでスタンスを変更できるんか。このスタンスに移行したとき3マナを得る。アタックが3倍のダメージを与える。月のターンかし。あー、なるほど。マントラデッキみたいなのを組むかどうかっちゅう話か。3倍で一時的に強くなるね。なんで8、9章、ごめん、9章って何。敵全体それぞれ9章に等しい HP を失う。ごめん、どういう意味。8、9章って何。スマイトって何。ああ、保留される。12ダメージ与えるされる。ああ、はい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 。いや、これ強くね？これ買ってみるか。パワー。8ダメージ与えて、5。マントラはまだちょっとわからんからやりにくいな。これも結構強いと思うねんな。シンプルに。2個数で30点ってことやもんな。もしくはもう除去、シンプルに除去しに行くっちゅうのもあり。まあ、こまめにな、除去はしときた身があるから、どうせカードは増えていく一方なんでね。もうちょっとストライク減らしてもええやもしれんな。ストライク減らそうか。んで、左かな。いや、これは嬉しいな。嬉しい。嬉しいが、除去か、変化か。アップグレードしてもいいかな。あ、これ自由に選べるんか。はい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 。ちなみにこれ何？あー、添付。あー、これ強いな。11点、10点。7点。ベースが上がるんか。これコストダウン。これでもこれでいいんちゃう？スマイト。スマイト。スマイト。いいんちゃう？これで。で、え、これ。え、ごめん、何？ルピ、知らん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 。知らんねんけど。ルビーの、ルビーの鍵って何？ごめん、何？何を取ったん？俺は今。前、戦利品。いやー、あかんか。うわー、防御しかない、痛いなー。まあ、とりあえず平成に移行しとこうか。え、強いなー、スマイト普通に。で、フンヌが欲しいところではあるが、いや、でも防御も欲しいなー。脱力。まあ、シンプルに殴り。ああ、やべえ、防御でもよかったんかな。いや、めっちゃ食らうやん。で、しかしこれダメージが倍になっちゃうんだよな。いや、待って、これ防御が全然ねえぞ。いや、結構これきついな。ライフでストライク。
防御がね、一緒にこれもダメージ覚悟でぶち抜いてもいいかもしれんな。うんぬ、22点、やばい、10点、しゃあない、36点をもう甘んじて受け入れるしかない。なんか介護できへんかな、しゃあないか。いやーもうライフで強引に突破するしかなかったな。戦術を行って3、パワーね、はいはいはい、8ブロックを得て次にプレイするアタックのコストが0。はいはいはい、途中の敵1体、なるほど、アタックをそんな高いやつを入れるかどうかやな。旋回悪くなさそうやけど、戦術がな、ウォーリングワッシュ、まあ普通にチャリか。とりあえず火事で、うんぬーというか防御これんで攻撃を予定してる場合か。偉いなこれ。いや、ふんぬは結構大事かもしれん。ここのコスト減らしとくのはあり。うんぬかな。なんかもうワンターンキル狙いたいから。ああなるほどね。なにこれ、ミイラの手を失う、サファイアの鍵。ああ、そういうこと、これ3つ揃えてかなあかんってこと？普通に難易度高い？とりあえず守りたくね？いや、ちょっと待ってくれ。ブロックがなさすぎるぞ。15点はちょっと食らいたくないな。15点はちょっと食らいたくないな。この3枚が一番打点としては減らせるか。平成に移行しといて、かな。奇跡はちょっと置いとかんと。いやー痛えなー、痛えけどしゃあない。これでだから10点ってことやんな。普通にこれで10点。
うんうんうん、そういうことやんな。からの、まあブロックかな。1点でもダメージ減らそうか。ワンタンキルいけそうやけどね、これ。コストアップ。いやーでも。攻撃がねえや。普通に素直に防御、防御かな。待ってな。これで、殴って、こうして、まあ、こう、こう、こうか。で、まあ、1点でもダメージを抑えていくと。7点。なんか微妙やなぁ。7点かぁ。どの道次のターンで決着はつくかな。16。スマイト残しとくか。あ、間違えた。どうですか。なんか微妙やな。すごい微妙。まあ安全に、安全に行こうか。ステロイド。次のカード、認証性のポーション。まあでも端子こっちの方がいいかな。ミニシャ、なんかアタック、いやアタック噛み合わせるのがむずいな。洞察、あー洞察、あー偉いなー。学習も結構偉いなー。っていうのはアタックかな。あーなるほどね、それも偉いなー。ドロソかなやっぱり。あーHP、 いやーもう HP はもうこれ以上失われへんなー。いやーこれさすがにこの耐久値でちょっと厳しいよなー。厳しいけど行ってみようかなー。一回行ってみるか。やってみんと分からんしな。よし行ってみるわ。あーこいつらか。いやきついな、さすがに。っていうかドローが終わってるねんけど、さっきから。まあちょっと防御、防御かな。
わあ、これめまい混ぜられるのしんどいな。きつくね。いや、きつい。マジできつい。防御。ライフである程度受けるのはやむを得ないが。いやー、ちょっと厳しいかな、これは。防御したとてやもんな、警戒。普通に5点。一回、ライフで受けるしかないか。でも、一気に。痛いけど。次のドローで、一気に決めるしかない。噴火ヒーター。でもこのアタッカーのやつを一気に弾くしかないよな。防御、いや、いけるか。噴火、24、12、ちょっと待ってな。で、ここ16点か。いや、いけるな。16点、奇跡、忍耐で、ターンエンド。オッケー。なんとかしのいだ。いや、もうこっからめまいもりもりなんてちょっとつらいかもな。あ、でもスマイトで一回ワンパンはできるから。ブロック。とりあえずスマイトでしょって。平成。もしくは防御防御。あ、防御防御の方がいいか、ここやったら。防御防御。一回ライフで受けていく。スマイトゲット。あー、きちい。スマイトはちょっと保留しといて。で、噴火があればいけるよな、これ。噴火、スマイト、スマイト。うん。なるほどね。溶融した卵。いやー、強いな、これも。いやー、どれも強いなー。エナジーポーション、どっちの方が安定するかな。このターン次のカードを2回プレイする。いや、それも強いな。敵全体10点か。いや、エナジーポーションの方がいいかな。敏捷性より。 OK。
んで、衛星、でもこういうパワー系スキルは、いっぱいあってもええかもしれん。忍耐。だこういう時に防御がないんだよな、そこがちょっと弱いな。ワンパンとか無理やんな、さすがに。噴火ストライク、戦闘中の敵一体につき7ダメージあったり、これ意味が分からへんねんけど。いやさすがに厳しいな、その、うん、うわ、普通にこうしようか。で、7点じゃないんか。どういうこと？もうライフで受けるしかない。いや、防御がない。防御がなさすぎるぞ。脱力。先制スタンスじゃないんだよな。殺しに行かれへんか。いや、ポーションでワンチャンぶっ殺すしかないんか。いや、もうこれ飲むしかないわ。もったいなすぎるけど、しゃあない。んで、いやなんか引く順番が悪いな。いや引く順番悪いな。とりあえず平成にしとこう。いやなんか運悪くね。まあもう殺しに行けるかこれ。9点。怒りポイントがなさすぎるなあ。ただ削ってったら OK、 これで変わるんや。姿が変わるから、可能な限り打点を当ててったらいいかな。ここ最高打点で行く。もうここも消費して、一番最高打点で行けば6点のやつに分裂するから、オッケーオッケー、それでいい。これでやって、これでやって終わり。いやー、きちいなぁ。網上げ。いやー、ちょっと。ちょっと微妙かな。6ダメージ与えて0コス6点か。なんか噛み合わんねんな戦術。いやー0コスの攻撃戦術を入れる気がないからな今。いやスキップしよう。今ちょっと辛いわ。ワンチャンなんか
回復イベントとかないかな。うわちょっと待って、デッキからカード1枚除去、考えろ。いや、7ライフを今ここで失うんは、いやでもここまで行ってまうか、いっそ行ってまって。ボーリングバッシュ弱くね。ストライク防御も減らしてもいいかな。待って、平成噴火忍耐、ちょっと防御減らすか。ちなみに防御忍耐、あ、これ3ずつ増えるんや、強。平成のスタンスの時7ブロック1コスか。いやー、これも偉いな。いや、とはいえさすがに休憩かな、ここは。いやー、ちょっと弱いな今回デッキ。パワーが全然足りてない気がするわ。いや、ここ学習いっときたいね。 OK で、これでいいと思う。スマイト行って、待って、そう、でもこの防御の引きの偏りおかしくね。いや無理やなこれ。いや、いける？いや足らんな。エナジーポーション一回ボーリングバッシュ、いや足らんわ。いや待てー、それは厳しいよ。いやこれ生きようと思ったらこう行くしかないわ。いやきつい。と待てよ、平成のスタンス時やからこれはキープしといて、殴りに行ってもいいかなこれ。11コストがでも微妙か。いや、パワーでなんとか。いや、ちょっとドローしに行こう。いや、もう、デッキの偏りが終わってる。どうすべきか。スイス。でも、ここ殴りに行ってもな、弱い。弱いっていうか、きつくで、もう削りに行ってもいいんか。ちなみに何なんのこれ。強力なデバフはちょっと勘弁願いたいから、いやもう行くしかないわ。行って、衛星に移行しつつ、彗星のごとく。まあ、これが一番マシか。洞察が引けてるんは偉い。いやー、これでもトゲがあるん嫌やな。いや、てか、きつくねえか？てか、そうか、俺、あれで戻らんのか、これやと。一打目も食らいたくないもんな。ちょっと一回ドローするわ。とりあえず先ドロー。で、どうせやったらちょっと、
と削りに行きたいという欲求がありつつ、こんなことやってる場合かと言われると、いや、殴りてえな、殴りてえけど、我慢やな。さすがに我慢や。冷静になったら9点に戻せるんで、待てよ。待て。コスト的にはでも厳しいなぁ。忍耐。いや、素直に警戒単品だけか。それしかないかなぁ。これってなんか、いやー、でも無理やな。ライフで受けて、オッケー。ここで、いや、ちょっとこのトゲどうにかならんかな。わかった。一回、忍耐を切るからの噴火。いや、ごめん、無理やわ。また先ドローよな。脱力は偉いな。脱力は偉い。脱力して、いや、でも最終的にブロック戦闘無理やぞ、これ。いやいやいや、全然あかんやん。全然あげまへんやん。なんで16になった？ごめん、何？俺、なんかあったっけ？いや、でもそれより、いや、まあでもトゲじゃない。このタイミングしかないよな。噴火が欲しい。噴火が引きたいけど、スマイトが邪魔すぎる。シンプルに4発殴るか？あ、そうか。平成状態やったらブロックが増えるんか、今の俺やったら。とりあえず引きに行くか。なんか引きに行くか。なんか消えた。待てよ。いや、待って、でも20点やろ？無理やん。耐えられへんけど。防御12点。でもちょっともうデッキが圧迫されて、ちょっと辛い。いいよ。OK、もうここでワンキルを目指そう。これしかない。いや、いけるんじゃね？これやったら。いけへんか？いや、162は厳しいか。噴火。相手だってこのターン攻撃せえへんねんから。いや、ありや。あり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 。もう全部切ろう。いや、待て。次、相手のターン、まだ防御モードに入るんで、イカリアも維持しよう。となると、スマイト、あー、そうですか。まだデバフやろ？スマイト、で、スマイト残しの普通に殴る。これでどう？うわ、尖ったから追加されるんか。18点守、あ、18点じゃない、平成さえ起動すればいいんか。
警戒切って、警戒切れば大丈夫。で、5点追加されるんで、5点のバリア追加されるか、一発殴ってもいい。一発スマイトで削りに行くか。洞察はもう切らんで、いいな。なんで、5点回復して、9点やから、まだ死なない。で、洞察残ってる、もうこれ、保留、じゃ忍耐切って、いや、殺しに行けるのでは？行けるのでは？いや、もうこれ殺しに行かんと厳しい気がする。忍耐仮に切って、噴火に切り替えると1スペ、コスト1個上がるから、3コストで、スマイトが24。スマイトが24、24。48で16やからギリ足らんのか。あ、じゃあここは守らなあかんか。さあ、いやでも待って、噴火があるから。え、ちょっと待って。24、24、48の16の、いや、1点足らんのか。点足らんのか。一回ドローしてみようか。なんか、可能性ないかな。あ、手札がいっぱいか。そうですか。じゃあ、スマイトがやっぱ3枚にならなあかんわ。で、ここ逆に言えば忍耐で受け切れば、いや、噴火が、噴火切り、いや、待って。1点本当に足らんのか？ 9 点やろ？9点。まず忍耐は絶対つけなあかん、殴るんやったら。忍耐切って、忍耐切れば4回殴れる。で、9点からの24、24の48、48の、53。53の16、いや、足らんのか。足らんな。足らんわ。じゃ、やっぱ守らんとあかん。しゃあないか。まあ、ちょっと削れば、とりあえず忍耐切って、防御。防御して、一発こついとくか。あ、やべ、これ1点食らうな、そうすると。あ、いいんか、いいんや。別にいいんや。で、20点になるから、死なない。で、スマイト引いて、よし、噴火引いた。なら、勝ちか。噴火、スマイト、スマイト、スマイト、ストライク。あぶねえ。いや、よかったな、今の状況から。何これ、カードが作られたびそれをアップグレードする。いや、ようわからんなこいつ。どうしたらいいの。16年この戦闘で当ててマントラ数字追加。マントラデッキ、抹殺の剣を1枚山札に混ぜる、廃棄される。いや、わからん。9ダメージを X 回与える。X って何？ああ、そういうことか。
ああ、だからコスト一気にガッと使って、ってことやんな。カードが作られるたびにアップグレードする。俺カード作られるってなんかあったっけ？ああ、でもスマイトか。いや、でもこのデッキやったらありじゃね？入れよう。いや、カジはまだいる。カードを2枚デッキから除去する。変化させてアップグレードか。いやー、ランダム性強いなー。いや、なんだろう。今のこの方向性やったら、状況かなー。変化もなくはないか。でも強いなー。これ強いぞ。バクチやなー。でもアップグレードって何が変わってもいけるっちゃいけるんかなー。もう方向性結構終わってるもんなー。いや、ちょっと冒険してみるか。とりあえず、ストライクはいらん。んで、防御はでもなあ、あんまり減らしすぎるのもちょっといかがなものか。まあでも忍耐1個あって、いや、防御優先かな。ストライク、防御を変化させる。なんかよくわからんのがいっぱい入ったぞ。ああ、ドロソー偉い。おお、いいよ。悪くない。ああ、普通にアタッカーって感じか。ああ、まあ、悪くはないか。よくもない気もするけど。いや、デッキ減らそうがよかったかな。ええわ。ちょっと考えるのやめよう。いや、考えるやめる必要はないけど。ドロソができたのは嬉しいな。で、一回、買い物に行きたいな。買い物行きたい。アップグレードと、ち、焚き火行こうと思ったら左？左で行くと焚き火の数が多いんか。まあ左かな。これ強くね？スタンスを解除3枚引く。波打つで。ブロックを得るたびに。これはまだいらんな、でも。とりあえず、先ドローするか。先ドローして、衛星、スマイト。まあ、この辺切っとこうか。下準備じっくり系デッキって感じかな。65？ なんでそんな、もうそんなすごかったっけ？ちょ、網上げがいらんなこれ。じゃ、パワーが多すぎへんか、このデッキ。で、一回、殴っとく。と、これでエンド時にブロック5をもらえるんで、一回防御挟んで、まあ、殴るしかないか。まあ、0コス6点っていう時点で弱くはないか。学習使いたかったけど、まあ、しゃあない。いや、現実掌握微妙か？待って、スマイトがあるんで、
248。いや、ワンパンできるか。分か。24、24、ストライク。うわぁ、強くね。いや、でも、ふんぬ。いやー、ふんぬ欲しい。ふんぬが欲しい。でも、性別プラスも強そう。次のターンか。次のターン以降で3枚引く、ドロそうやけど。どうしようかな。ふんぬの切り替えのタイミングがめっちゃ難しいねんな。10ダメージ。ふんぬちょっと欲しいけど。シンプルに火力。いや、ドロソ。いや、ドロソが正義や、このゲームは。ドロソこそ最強。まず学習ではない。いや、普通にさ、20点ってクソ痛いんやが。いや、15点食らうぞ、お前、こんなことされたら。それは、ひどくないか。10点に抑えるという手もなくはないけど、いや、まあでも食らうしかないか。しまった。お前か。いでよ。いや、普通にきちいが。ブロックを得るたびに脱力。そうですか。いや、待ってくれ。現実掌握いらなくね？とまで考えろ。20点が痛すぎる。ブロックを得て、でも、攻め手がない、なさすぎねんな。金だけ取られるぞ、これ。まず、20点守りながら、次のターン、怒りモードに切り替えたい。だから、今回は防御に、防御でいい。いや、待て、落ち着け。いや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 。ライフがえぐいぞ、これ。7点。まあでも15か。一触即圧は切りたいな。だから、一触即圧やって、5、12。もしくは、いやでも、一触即圧いくんやったら警戒切りたいか。わかった。じゃあコイン使おう。コイン使おう。まず、ドロー。もうこれは使う。ごめん。あ、ドローって次のターンね。ドローはまあ、それはでもそうか。じゃあいいや。もう警戒に入って、5点はもう、待て、ほんとか？敵全体に脱力2やから、4分の1だから、これ何も7になるんかな？ 7 になる。7になるのか8になるのか、でも8っぽいな。わかった。こうして、もうコインを使って、少しでもダメージを減らす。次のターン全員ぶっ殺す。オッケー。ちょっと微妙すぎひん。ツードロー。オッケー。
と、OK。これやな。これを、28点か。28点、うんぬでやって、やって、当たれた。OK。いやー、忍耐結構偉いねんな。戦術5って何？いや、これも強いな。いや、でも忍耐かな。忍耐マジで偉い。ちょっとカードを増やしていくか。ちょ、現実掌握弱い説、俺の中で今すごい浮上してんねんけど。っていうか、防御がなさすぎるな。パワーが多すぎるわ。パワーが多すぎて辛い。ほんと20点くらん、感化できへんねんな。絶対これ死ぬほど食らうもん、すでにこの時点で。どうしよう。いや、どうしよう、マジで。防御戦と、ライフが痛すぎる。っていうか、逃走参加弱くね？今気づいてしまったかもしれん。15点、もう15点はもう食らうしかないか。もしくは、一触即発。いや、微妙やな。微妙やな。どうしようかな。15点、次のターンでも一触即発したとてやねんな。いや、弱い。弱すぎる、この動き。かや、パワーが多すぎるな。完全にちょっと。ちょっと脱力させて。スマイトも微妙やしな。編み上げ。いやー、0点もな。でもこれも防御も間に合わんし。いや、きつい。マジできつい。なんもできん。普通に死ぬ。10点とかじゃもう話にならんしな。ちょっと待って、これはさすがに死んだか。いや、まだ分からん。分からんかもしれん。ちょっと一回ここで、平成からのターンを耐えよう。手札がいっぱいか。いや、スマイトが弱いな。でも、噴火でもこう、どつき回せばいけんちゃう？普通に。噴火。スマイト。
住まいと、まあ、ストライク、まあ、住まいと、相手どうせ攻撃してこへんもんな。噴火のまま殴る。なんか勝てたけど、勝てたけどやねんな。涅槃連撃、スタンスを変更するたび、これ強いな。スタンスを変更するたびやろ。でもスタンス全然変更できてんねんな。超伝プレイス、スキルの場合カードを2枚引く。ドロソ剣、いやでも強いな。でもブロックが足りてないっていうよりか、なんかパワーが多すぎるな、今回のデッキビルド。なんか噛み合ってないわ。つうか、スマイトが弱え。弱えのか？弱い気がする。ちょっと10点くるから、忍耐もちょっと、遅いねんな。10点、忍耐も初動が弱すぎるな。いやーどうしよう。とはいえここで忍耐2つ切るか。いやでもやるしかねえか。忍耐とりあえずここで平成にしておく。どっちがいいかな。奇跡の切りどころ俺ミスってるか、ひょっとして。それはちょっとあるかもしれんな。尊厳、スキル、脱力させて、防御で、こづいて、ああ、で防御戦でいいんか、そしたら。いや、微妙じゃねえ。ドローする理由もないしな。だったらまあ平成に移行しといて、まあちょっと削っといたがマシか。噴火、いやー学習もだってこのタイミングであっただとてやねんな。いやもうこれはドローしに行って、ドローしに行きます。いやアタックがねえ。いやまあでも噴火切れば、うわ、ちょっと1点足らんやーん。やべ、1点足らんやーん。どうしたらいい？わかった。ポーションや。やるしかねえ。もうこれで殺して、したら、もう次のターン、スリードロー。現実掌握が全然使えへん。使い方わからん。いや、もうわかった。いや、もう次の3ドロー。準備しても、次のターンでもう、どつき、しばく。でも一応これもつけておこうか。ちょっと待って。焦った、死ぬほどめまいあるやん。
と、やべえなぁ。いや、さすがに終わったかもしんねえ。いや、まず、なんでこんな威力低いん？攻撃ないし。いや、マジでか。どうしよう。放流。ちょっと引きがやばい。いやー。終わりかなぁ。さすがに。勝たれんぞ、これ。いやー負けや。はあ。いや、ちょっとデッキビルドが厳しかったな、今回。やつかむずいな、ウォッチャー。